あ、バカチンガー、勝手に前に出るんじゃない。この施設を出るには、研究者の、網膜スキャンが必要です。そこら辺に落っこちてる眼球じゃダメなのかな？勘弁してくれ！干からびてるじゃん。リロード、ドク。ありがとうよ。Do you have any idea what's going on? 装備も充実、嬉しいな。食らわせろ、食らわせろ。俺も知らない謎の小袋80袋。いい歌でしょ？クソ、行く間際にグレネード残してきやがった。そんなもん残すな。僕の知り合いの親父は、子供にとんでもない借金残して死んだけど、それを思い出したぜ。親父の顔は、二度と見たくない。あれ？警備員は？あらら、もう死亡確定じゃんよ。勇敢な人間、臆病な人間、どっちがいいのか、僕にはわからないや。ただ、僕は校舎でいいや。ほら、父の日の贈り物だよ。発見しました。しかし、ここからはいけそうにないなぁ。2階から降りるか。ここが階段なんだけど、なんなのこれ？この魅力的な空間はなんだい？これは明らかに地球上の環境じゃないね。ここは何の実験をしてたんだろ？
元気よく潰し合ってるねー。ずんどこやってくれたまえ。僕は見てるだけで満足さ。実は勘弁してくださいって言ったじゃないですか。スイッチを全部押せばいいんでしょ。なんとなくそんな気がする。この人たちは、こんな非常事態にも、関わらず研究を、続けて、挙句は自爆しちまったぞー、ドーン。どうかしてるぜ！これ、ガウスガン、と申します。レーザー銃みたいなもんですね。これのエネルギーは多分プルトニウムです。要は、この部屋のどでかいレーザー砲を動かしたいわけです。あ、そうだ、レーザーって言えばさ、最近レーザー脱毛に興味あんだよねー。で、どこを脱毛したいかっていうと、それはズバリ血毛です。血毛ってなんかうざいんだよねー。ソローにも剃りにくいしさ、うんこするたびに血毛にうこくっつくでしょ？あれが嫌でさ。てか、なんで僕はまたこんなお下品な話をしてるんだ？頭のおかしなやつ、なんて風に思われたら嫌やから、もうやめておこう。ビデオデッキか、懐かしいなぁ、と言いたいところだけど、うちには未だにビデオデッキが3台もある。ビデオテープの映像を全部ハードディスクに、移し替えたいと思ってるんだけどさぁ、なかなか面倒でねぇ。結局、ビデオデッキが未だに活躍してるのよ。オッケー、これであの巨大レーザー砲が動くはず。レーザー砲はすごいけどさ、それに、耐えるあの壁もすごいよね。ではここで問題です。あの壁を取っ払ったら、一体どうなるでしょうか？これはかなり高難易度の問題です。きっと君たちにはわからないだろうな。
これ見てください。正解は壁に穴が開くでした。みんなには少し難しかったかな。悔しいだろ。お、申し訳ございませんでした。A fellow scientist. Oh, thank God. Get us out of here before those military drones figure out where we're hiding. We all have retinal scanner access. If you escort us to the lobby, we can finally get out of this damn lab. Yes, but you'll have to shut down the surgical unit first. That fool Peter's switched it on. But I'm afraid he never made it back.あ、はいはい。要するに、あの殺戮凶暴のこぎりマシーンを止めろ、ってことですね。Yes! Fantastic! This way! これ見てください。Smell what I smell? 僕はよく、濡れた犬の匂いがする、って言われるけど、それってどんな匂いなんだ？いい匂いではないことは確かだな。こればっかりはさすがに健康保険も効かないと思うよ。Wait! Wait! What?What is it? Anyone else think this was a bit too easy? Something's not right. Gordon, you don't mind taking a look, do you? We'll stay here for a moment. ああ、そうしてくれたまえ。鍵を壊されたら困るからな。一発食らったら行くな。いやかすっただけで行くな。これ見てください。
不意なんとかしのいだな。もっとかっこいい戦い方ができたらいいんだけどさ。僕には無理だよ。Look what you did! I can't believe what you did! My god, it's hell out there! The facility must be under complete military control. You'll have to sneak and fight your way from one end to the other. I don't expect you'll meet many of our peers along the way. If you somehow survive long enough to make it across the base, you'll find the labs where the rest of the science team has taken shelter. I couldn't dare risk venturing out there, but I can inform those of us who remain in the Lambda complex that you are coming. Now, don't go running pell-mell into this bloody war zone. Even with that suit, the odds are stacked against you. If you simply stay out of sight and listen to me, you may just live to see the Lambda. できれば僕も目立たないようにしたいんだけどさ。このスーツ派手な上に、追跡装置がついてるんだよね。しかも僕はビンラディン以上の、お尋ね者だもんな。あなたね、わからんでしょうね。ゴールデン、maybe if you... もう、いっそのこと消えてしまいたいよ。クローク機能とかないの？クローク起動。ねえぜ。ふふん、僕の予知能力を、なめんなよ。なんという悲しい光景だ。人間同士、しかも自国民同士で殺し合いをするなんて。僕はこんなことをするために科学者になったんじゃないのに。とまあ、そんなくだらない感傷に浸っている暇はない。とにかく生き延びてラムダコンブにたどり着かないとね。